特殊詐欺は令和5年中認知件数被害額とも過去最高となり、 SNS 型投資詐欺、ロマンス詐欺による多額被害も発生しております。会議には県内の警察署長など60人が出席しました。この中で鳥取県警の野村智美警察本部長は、工夫を凝らした啓発活動で特殊詐欺被害の防止を推進してほしいと述べたほか、交通違反の増加を踏まえ指導取締りを強化するよう述べました。また関係機関と連携し、安全な街づくりについて住民の期待に応えたいとしています。